こんにちは、うちあむです。エッセンスロードで編んでいたネックウォーマーが完成しました。作り目は棒針とかぎ針を使う作り目で作って、編み終わりは一目ゴム編み止めをしました。こんな感じですね。こんな感じで帽子とお揃いでかぶると結構いい感じになるかなと思っています。次に編んでいる作品は、グリッターベールというダイソーの糸で、ラメが入ってるんですけど、チクチクしなくてふわふわしたすごくいい糸で、これ10玉ぐらい大人買いしまして、大判のストールを編もうと思っています。こんな感じで玉編みとかやって、だんだん半円形に広がってきています。今日からこれを編みたいと思います。編みながらお話ししていきたいなと思っています。よいしょ。先週からちょっと風邪をひきまして、で病院でもらった薬が効いて治って飽きてるんですけど、ちょっと鼻声になってるかもしれないのでお許しください。鼻が詰まるとちょっと呼吸困難みたいな感じになって結構きつかったですね。ちょっと編み済みます。帽子の完成披露の時に話していたのがこのショールですね。編み図は別冊毛糸玉という昭和の本の三角ストールに載っているパイナップル模様のショールを編もうと思っています。今はパイナップル模様の根元ですね。ちょっとずつパイナップル模様が広がっていく予定です。イメージとしては見せられてってジュディ・ヨングさんの歌みたいな、あんな感じでこう半円形に広がっていくような感じのゴージャスなものにしたいなって思っています。先日何気なく光 TV をつけたら、金八先生の第5シリーズ、あの風間くんの金末健次郎のシリーズが入ってまして、でそれにカットゥーンの亀梨くんが出てるんですけど、亀梨くんは寿司屋の息子という設定で、で寿司屋が嫌になって家出をするんですけれども、家出してあてもなく歩いてる時に別の寿司屋のアルバイトの店員とぶつかって、で寿司をダメにしてしまうんですよね。その時にこう特上だって相手は言うんですけど、特上なのにウニとアワビが入ってないって反論して、
正しい値段の額を弁償するんですけど、その話の寿司屋のアルバイト役の青年が高橋一生だったんですよね。ちょっとびっくりしてしまいまして、子役の頃からいろいろ活躍されてるのは知ってたんですけれども、金八先生に登場してくるとは思わなかったんで、不意打ちでちょっと動揺しました。高橋一生さん結構好きなんで、嬉しかったですね。よいしょ。BS12 というチャンネルで毎週月曜日にゲゲゲの女房が再放送されてて、毎週楽しみに見ています。ふみえが結婚して調布の家に住み始めるあたりの話なんですけれども、面白かったですね。新婚なのに下宿人を住まわせるっていう話で、あと近所に住むお兄さんがお風呂をもらいにしょっちゅう来るっていうので、なんか賑やかな家でしたね。私の記憶が確かならば、文江が、足踏みミシンで洋裁をして内職をして家計を助ける話があったと思うんで、ちょっと今からその足踏みミシンの登場が楽しみです。昔は、やっぱ洋裁とか編み物できる人はそういうので内職してる方も結構多かったみたいですね。私が持っている古本にも編み物で内職する場合の相場が書いてあって、都会に売りに出す場合は高めに、で田舎で地方で売りに出す場合はちょっと値段は低めにとか書いてありましたね。あと男物は毛糸たくさん使うから女性ものよりは値段がちょっと高くて、子どものものはサイクルが早いからちょっと安く設定するとか、難しい模様、毛糸をたくさん使う模様の時は値段を高く設定するとか、そういうのが書いてありましたね、本に。まだ不確かな情報なんですけど、指名手配犯の桐島聡が逮捕されたっていうか、本人らしき人が見つかったっていうの話を聞いて、なんかびっくりしましたね。50年逃亡していたらしいです。で、その人は70歳で、最後は本名で死にたいって言って、末期の胃がんらしいんですよね。で、父に話したら、まあ年が近いんですよね。父は70代で、そしたら70歳で年金ゼロでずっと働くのは無理があるし、逃亡を続けるのもきつい、精神的にきついんじゃないかって。置いていったら働くこともできないし、ましてやがんになっちゃうってのがって言ってて、あ、やっぱいくら指名手配犯でも死期が近づいたらそういうふうに改心していくこともあるんだなって思いました。
まあちょっと人間のエゴみたいなものは感じるんですけど、それでも正直に名乗ったことはいいんじゃないでしょうかね。ちょっと飛び出ちゃうな。まあ今日はいろいろ雑談しましたね。この辺で終わりにしましょうかね。ちょっと編みました。こんな感じで、ここがパイナップル模様の根元になってて、ここにシェル模様がついていきます。でまたパイナップル模様がどん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 広がっていくんで、だんだん成長していくのが今からとても楽しみです。じゃあ今日はこの辺で、今日も見てくれてありがとう。じゃあね、バイバーイ。